新型コロナウイルスの影響で横浜市で展示を中断していたバンクシー展が感染予防対策をした上で今日から再開しました。3月15日から横浜市で開催されていたバンクシー展は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため展示を中止していましたが、緊急事態宣言の解除を受け今日から再開しました。会場では感染予防対策として入場者全員の体温を測るほか、入場は完全予約制で会場内の人数を定員の 20% ほどにしてゆとりのある状態を作っているということです。家にいて、文化とかこうエンタメの体験みたいなのがやっぱり非常に大切なんだなってことをこう気づくいい機会になったんじゃないかなと思ってまして、ぜひ皆さん楽しみにお越しいただければなと。バンクシー展は9月27日まで開催される予定です。